Yo, Freestyle Diary, Day 131. Yeah, yeah. 131回目の Freestyle Diary. Yeah, Table Beats. 外に出るのはやめてみよう。今までにはないことが起きてるらしいぜ。君のすぐそこ、隣でも。また日に日に増えてく感染者。テレビばっか見てるとなんとになんだかなんだか何かが変だ。気づいているか、気づいてるだけでもダメらしい。誰かに言っても変な人らがましい。神に願いは届くのかな、思いながらフリースタイルラップダイアリー本日も更新中。あーしー、世界とまた何かを更新する。繋いでく心と体、その内側外から体、何か得たものそのまんま吐き出していかなくちゃならねえらしいな。ララ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 ラ、緊急事態が宣言発生だ。ダダダ、困ったな。外出ても正月みたいな人がいないような状態でも回っているぞ。今夜も満員電車は回ってる。ララ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 ラ、テキパキ適当にやってるこのフリースタイルラッピン。 Yeah yeah yeah、 本当は今もうここでやめて2回目を取って思ってる。頭の中試行錯誤でも自分との約束、あの時決めたこと一つずつ果たすこと、それでいい。後で見返してみ、成長というもの。一日一個何かをするアップロード、クラウド上世界がデータを共有している。それを全て網羅している AI 誕生する。誕生した途端俺たち人間はどう見える。ああ想像も出ない話をしても意味がない。現実今結果とか求められてもそれはすぐにはないな。どうすんだ、未来をまずは書き換える。プランを実行する。本当のとこ絶対と自分と話す。自分を信じる、自分を試す。分からす誰に、自分自身に。必ず自信を持って戦う。誰とエネミーは常に己自身、心の中に潜んでいる。 Yeah、フリースタイルダイアリー Day 131 131回目のフリースタイルダイアリー131 131回目のフリースタイルダイアリー131 131回目のフリースタイルラップ No Yo、 まだ止まらない、止めたくない、一生続けてたい。この目が黒いうちは何かが言えるはずだから、生きてる中で得たもん学んでく。緊急事態が発令中、歯医者もどうやら5月6日までは休業するらしいぜ。救急の人は OK するらしいぜ。例年毎年この時期お体に気をつけて大切にって感じ。 Have a nice panic, yo.